今日は2018年4月14日ですね、ロンドンのトラファルガーに何か引っ張られて広場を広がって何か言ってしまいそうになるんですけども、ここは汚いな、なんかガムとか、その吐き出したままの感じで、このカフェネロっていうのはね、どこにでもありますね。どこにでもというか、イギリスのたくさんいろんなところにあるすごい有名なチェーン店のカフェですね。コメダコーヒーみたいなやつですかね。これもうロンドンの中心っていうか、もう本当なんかど真ん中ですよ。何ですか、なんだっけ、その Google マップでロンドンって入れたら、このここがロンドンって書いてあります。そのここがロンドンっていう風にその Google マップで出てきます。 Google マップにロンドンって書いてあるところはここです。ここですよ、もうこの塔、これがロンドンっていう場所はもうここっていう風に、Google マップでは出てきますね。その地図では トラファルガー広場、これはロンドンの中心ですね。ここを中心にして、なんかそのいろんな、その通りがこっちの方にずっと行くとリージェントストリートがありますね、向こうに。なんていうかな、いろんなデパートとか、そのブティックとか、いろんなレストランとかショップとかも、とにかくいっぱい集まっているところ、中心地ですね、繁華街の中心地。この辺一体そうだと言ってもいいんですけど、もう中心なんですけど、そのリージェント通りがすごい有名ですよね。リージェントわかんない、あのリーゼントがここから来てるのかどうかは分かりませんが、リージェント通り、リージェントストリートって書いてありますね。そしてそういう風になんか発音するみたいです。そのリーゼントがこの通りから来てるのかどうかは僕は知りません。それは分かりません。でもちょっとね、なんていうか、もうすごいところですよ。もうロンドンの本当ど真ん中ですよ。ほら、もうなんていうか、2階建てバスがもう無数に次から次へと来ますし、このブラックキャブもじゃんじゃん来ます。これブラックじゃないけど、これもブラックキャブ、これブラックキャブじゃないのかな、なんかどっか、個人でやってる人かもしれない。このね、2階建てバスがもうじゃんじゃん来ますよね。僕も今日これに乗ってきました。今何時なんですかね、今何時か分かんないですけど、午後1時に、その何ですか、アパート出てきました。バスでどれくらいかな、20分ぐらいですかね、20、30分、遅いですからね、バスのスピードが。それとそのもう、結構道が混んでるから、またなんか騒がしい感じで来てますね。パトカーと救急車は、どこの国に行ってもそうですけど、1日中24時間体制で、ほら、すげえ騒がしいですね。毎日行ってますね。これはもう長いってますね。で、このなんか自転車のこのなんていうんですか、あれがすっごいその邪魔なんじゃないかな。今走っていった自転車はなんか自転車に人を乗せて、観光客相手にやるやつなんでしょうけど、あれがすごい邪魔なんじゃないかなってずっとさっきから思ってましたね。で、とにかくこれね、なんですか、もうロンドンは世界で最も観光客の多い都市なんですね。その観光客が年間に利用するその空港、ヒースロー空港ですけど、ヒースロー空港が一番その観光客が訪れる空港として世界でナンバーワンらしいんですよ。
まあ、今回来て初めて知ったんですけど、僕も、まあ、別に今まで知ってたわけじゃない、今あの知ってたわけじゃないんですけど、今回初めて知ったんですが、なんかそういう、そうらしいんですよ。ヒースロー空港が一番その観光客が多い訪れる空港らしいんですね。だから結局ヒースロー空港というのはロンドンの空港なわけですから、まあ、ロンドンというその街はその観光客の多い街なわけですよ。だからこう 今この画面に映っている人たち、これなんか白人とか、まあ、白人が多いですよね。白人が多いんですけど、そのイギリスの白人じゃなくてね、ヨーロッパの白人がたくさん来てるわけですよ、いろんな国から。だからその全然英語じゃない言葉っていうのがすっごい飛び交ってますよね。あの僕が何ていうか、そのいろんなところ、その教会とか、あのレストランとか、あとそのデパートとか行って、周りで話している人の声を別に聞こうと思わなくても聞こえてくるわけですよ。その時に聞こえてくる言葉っていうのは、もうほとんど英語ではない、ほとんどじゃないですね、ほとんどって言い方おかしいですけど、まあ、まあもちろん英語が多いんでしょうけど、英語じゃない言葉がたくさん飛び交ってますよね。それでそのアジア人はもう日本人、まあ、時々日本人の日本の方もいらっしゃいますけど、当然いらっしゃいますけど、ほとんど、まあ、ほとんどというか多くがもう中国人と韓国人なんですよね、アジア人。なんででしょうね、日本の人少ないですよね。やっぱ日本人はやっぱその少ないですよね、本当。なぜなのかわからないです。ちょっとこれはなぜなのか僕はもう全然わからないですね。なんでこんな少ないんですよね、日本人が。ほとんど韓国人か中国人ですよ。日本人ほとんどいないですよね。不思議ですよね。なんででしょうね。そうなんですよ。なぜか。その日本人、なんかすっげえ僕の後ろになんか立ってるやついましたね。ここを、まあ、こっちなんか向こうの方がロンドンっぽいんですけど、あれさっきからずっとこっちに来てますよね、あの警察車両が。なんだろう、なんか事故か事件かなんか起きたんでしょう。ここをまっすぐ行くとあれですよ、バッキンガム宮殿に行くんですよ。だからこれバッキンガム宮殿に行く通りなんですけど、この間バッキンガム宮殿行ったんですけどね、こっちから来てなかったのでわからなかったんですけど、多分すごいですよ、おそらく。さっきバスで通った時にチラッと見たんですけど、すっげーなんかバッキンガム宮殿まで行く通りがなんか旗がいっぱいあって、それなんかなんて言うんでしょうね、その宮殿に行くぜっていうような感じだったんですよ。だからこっちに来ようと思ってて、こっちに今来たんですけど、ほらほら、なんかすごくないですか、なんかうるせえな、まあ。行きたいんですけどね、道路の中心部に行って中心部に行って撮れないのかな。ほら、ほら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 、この車がちょっと邪魔ですよね、なんかね、あぶね。いや、あの人やってる、俺もやろ、俺には、そう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 、ほらほらね、あーすごい、もうこの正面がバッキンガム宮殿ですね、これね、間違いない、この間行ったから分かってますね、あれバッキンガム宮殿、あーやっぱここから行くんだ。今道路のど真ん中ずっと歩いてるんですけど、これ大丈夫なのかな、怒られるかもしれないですけど、結構しょっちゅう怒られますよね、僕は。なんていうか、動画を撮りたくていろんなところに入っていったりとか、普通人が通らないようなところを通り、まあ、今もそうなんですけど、これ道路のど真ん中ずっと歩いてますから、なんか警備の人とか警察の人とかにすっげえ怒られるんですよね、いつも。ダメですよ、そこを通っちゃうみたいな
あ、これ前の車だ、警察車両だ。ちょっとやばいかな、これ警察車両ですね、これね。すっげー見てる、ジロジロ、あの警察官なんか歩道に歩いてる人すっごい見てましたね、今。これ正面バッキンガム宮殿ですね。もうね、バッキンガム宮殿はちょっとね、僕ね、もうこの間行ったからもういいですよ、これは。あー、でもちょっとこれ、この動画を見てる人が見たいかな。いや、すっげー距離ありますね。どれくらいあるかな、多分1キロぐらいありますね。ちょっとバッキンガム宮殿はもう行ったから行かないです今日は。今度バッキンガム宮殿に行こうと思った時に行きます。あ、なんだろうあれ、なんか広場がある。ちょっと行ってみようかな。うわー、ああいう広いところに犬を放してノーリードで遊ばせたいですよね絶対周りにいる人たちを追い散らしてワン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 言いますね、多分僕の犬、うちの犬は。髪は多分しないと思うんですけど、いやでも小さい子供とかだったら噛むかもしれないですね。もうちょっと危ないですね。だからそういった意味でも本当は犬はドッグショーに出した方がいいんですよね。子犬の時からずっとドッグショーに出してると、もういろんな人とか、もちろん人間の小さい子供もそうだし、その他の小さいもうチワワとか、ああいう小さい犬からものすごく大きなそのイングリッシュマスティフとか、もうそういう犬まで全部ずっと見てますから、何度も何度も繰り返し繰り返し一日中見ますから。だから何ですか、それが普通になってしまって、全然何もどうも思わなくなるんですよね。そういう犬や動物や人やいろんなものを見た時に何も変わらなくなりますよね。だからそういった意味で、その小さい時からドッグショーに出すのはすごくいいことだと思いますね。なんだろうこの広場、わかんないですね何かわかんないけど広場に来たみたい な左側ね、こんなになってます、こんなになってます。ただのなんか市民の憩いの場。でね、そのでうちの犬ももちろんその小ドッグなんですけど、ニュージーランドから輸入しました。でそのブリーダーはもう本当クラフトなんかにもしょっちゅう出てたブリーダーで、今もニュージーランドに引っ越したからクラフトには最近は出てませんが、クラフトで BOB を取ったことももちろんあります。だからうちの犬もドッグショーに出してもちろん全然 OK だし、むしろ出すべきだというふうにずっと言われてたんですけど、全然出さなかったから、なんかもう人とか他の人とかにガウガウ言うんですよね、ロットワイラーって。あれがちょっとね、もうね、だからそのショーで勝ち負けとかにこだわらずに、その人間や動物にその攻撃的ではない犬にするためにドッグショーに出すっていうのはとてもその効果的だと思いますけどね。ただまあちょっとね、大きなドッグショーがいいですよね。まあでもあんまり大きなドッグショーどうなのかな、日本にあんまりないですもんね。あるのかな、あんまり日本のドッグショー行ったことないかわかんないけど、まあちょっと今年から日本のドッグショーにもちょっと行こうと僕は思ってますけどね。海外のドッグショーがもう山ほど行ってるんですけどね。で日本のドッグショーにほとんど行ってなかったから、去年初めて行ったんですけど、1回すごい小さいドッグショーでしたけどね、まあ、行ったんですけど、まあ楽しかったですよ。まあ犬が好きだから、犬がいるとやっぱ楽しいですよね。だから今年から日本のドッグショーにもちょっと行こうかなと思ってますけどね。あれ何やってんだろう、あれ何やってんだろう、
start to eat. Welcome back to New Delhi. いや、わかんない。何かみんな集まって見てますね。なんだろうこれ。ちょっと調べてこないといけないですね、本当。で、この人ほら、この人ほら人間ですよ、この人。人形じゃない。あ、あれ撮ってるんだ、俺もその。興味ないな。なんか昔のその何ですか、兵士なんですかね。ちょっと調べないとわからないですね。これ何なんですかね、全然わかんない。全然わかんないプラスなんかあんま興味ないですね。これ何なんでしょうね、これね。みんな集まって見てるけど、なんか広場を抜けてきたら偶然なんかありましたね。ちょっと暑い、暑いし、ちょっと帰ろう。よし、今日のちょっと何て言うかな、ロンドンの中心部の冒険はもう今日でこれで終わりです。今日はまあ毎日2、3時間、3時間ぐらいかな。それぐらいじゃないといろいろやらなきゃいけないことがあるからできないんですよね。あれバス来たんじゃない？あ、違う。12番のバス乗らなきゃいけないんですよ、僕は。これは、このバス停に、このバス停に10、このバス停に12って書いてありますよね。これは、ここは結局12の、あ、来た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 来